はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は This is a Police 2、12月7日ですね。続きをプレイしていきたいと思います。今日も早速勤務から始まりそうですね。ゴーと本復帰してくれたわけだな。ちょっと酒酔っ払ってる感がある。てかさ、ベルモントお前やばいだろ。ちょっとこいつ病院送りにしましょう。アルコール依存症の疑いが高いので。で、銃は射撃能力の高い人間に持たせたいんですが、クレイトンは、あるいはゴートホンは銃を持つ意味はないので、ベルモントちょっと微妙だよな。ベルモントが本当に出動してくれるのかという疑惑はあるけど、まあテーザー持たせても意味ないね。カートリッジだけ持たせても。なのでこれでいきましょう。で、早々に金を売っ払って、いや、薬を売っ払って病院に連れて行きましょう。で、ハネムーン、ブリジット・クロッパー、ナシさん、私は警察署で調理人として働く者ですが、世界一幸せな人間です。なぜって、たった今結婚したばかりだからです。激まず料理に関するリアリティ番組がシャーブウッドで撮影されたんですが、そこにミシェランの星を持つ有名なセルビア人のシェフが来ていたんです。そこで偶然彼と出会ったんですが、なんと離れられなくなってしまったんです。あ、女の子なんだ。女性なんですね。それですぐに結婚式はなんか怪しいな。これからヨーロッパ各地を巡るハネムーンに出るところです。いつ戻るか分かりませんが、素晴らしい旅になるのは間違いありません。いや、戻ってくるさ、日程を決めずに旅行に出るってなかなか破天荒だな。調理場が散らかってすみません。私の留守中、警官たちが飢え死にしないといいんですけどね。なんかさ、一人じゃないでしょうよ、調理人って。なんか代わりはいないの？警官たちの好きな食べ物が書かれたメモをもらったベルモントからね。彼らを怒らせたくなかったら、書かれた食べ物すべて用意した方がいい。そんな無茶言うなや。いや、金ないしさ。いや、ゴート本が こんなやつになってしまった。マジかー、きついなー。今日もちょっと無理だよ。だってこの人数でさ、いや本当にきつい。警官の数増やしていかないと。もう早速ですけど、あ、金がないのか。ラファガニムで売ろう。ヘロイン、コカイン。ちなみにヘロインは5731で、こっちでは売れて、他はみんな5731。そもそも売れないね、非合法のものは。じゃあガニムのところで、まず延べ棒を1個売るでしょ。でヘロインを1個売る。宝石も売りたいけど、とりあえずはこんなとこかな。大麻も売りたいけどね。で、まずはアルコール依存症の治療。幸運を祈りましょうってなんだよ。幸運を祈りましょうって。ムラディアンとチャペルモントで行きましょう。しっかり直してきてよ。で、あとは治療が欲しいって言ってたね。ローズマリー医療センター。他に頼れる人がいない、どうか助けてください。妻がんを患っていて、もう通常の治療は効果がないですという話で、金の延べ棒1本でも見つけてくれたら妻の命は助かる。あなたに対するご恩は一生忘れないでしょう。
あなたが警察にいる限り負傷した警官の対処は全てさせていただきます。おお、ではゴートンを差し向けましょう。なんだよゴートフォン、ふざけんな。おい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 、クレイトンもか。ウィルバック、すぐ戻ってきてね。で、ヨルムガント校でハーベイ・ロメロ・ヨルムガントっていう名前なんだ。ナスさん、やばいことになっています。実は氷に開けた穴に入ってリラックスしてもらうっていうのを商売にしているんですけどね。いやー、リラックスできる気しないよな。最近先に酔った客が溺れちまった。遺体は今も氷の下に沈んでいるはずだが、この男が実はヤバい方面とつながっているやつです。春になって氷が溶けた時に死体が浮かんできたら、そいつの仲間たちはおそらく理由も聞かずに俺を始末しに来るはずだ。いや、そんな大物なの？小物だったら捨て置かれる気もするんだけど。つまりあの死体を今すぐに穴から引き上げてどこかに埋めなきゃならないってわけだ。俺のじいさんからもらったウェットスーツがあるから、それを使って着ればいい。あんたのとこで一番動きの早い警官を送ってくれ。なるほど。手を貸してくれたらお礼としてあんたたちみんなにプライベートの、いやー、氷結いらないよな。ただスピードが速い人間ゴートン、行ってこい。いかねえ、いいかい。そうは思ったよ。キンメル、スピードあるね。キンメルに行ってもらおう。出た出た。ガツマンは？ガツマンでもいいよ。出た出た。もうみんなダメだ。ローゼンクランツはどうだっけ？スピードあるね。ローゼンクランツ行ってもらおう。で、武装強盗事件ですね。1510ってきついわ。だってもう残ってるやつ、まともなやつらじゃないからね。武装した強盗が装甲車を襲っているのが目撃された。狙撃隊員と、オシズ、グレイトン、ゴードン、足りないかい。まあそう言うよね、ガツマンは。いや、結構きつくなってるな、警官のやりくりが。いや、薬物製造送りたいけど無理だ。1255もいない。これ薬回収したいよ。うわー、デルモントは失敗したか。もう一回送り込まなきゃダメだな、そうなると。待って、薬の方は絶対人送り込みたい。スキーマスクをかぶった男が猟銃を警備員に突きつけ、装甲車の中から金の入った袋を運び出させている。もう一人の警備員は手を首の後ろで組んだ状態で道路に横たわっている。なるほど。強盗に忍び寄るか、強盗を撃つか、降伏する男に言うか、まあどれでもいけそうだけど、まあ普通に忍び寄ってしますよ。まあ、星図だったら何でもこなせるからね。で、薬物の製造だ。こっちよ。これは何が何でも抑えたい。ヨルムガンとこの方ですね。あのウェットスーツ、腐った魚の匂いがした。それはともかく氷の下に潜って遺体を探して引き上げました。でもなぜ遺体安置所の人たちではなく、あの偏屈なおじいさんが遺体を引き取ったんですかね。まあ疑問には思うよね。ウイスキー2500で、氷結セラピー。氷の穴に飛び込んで肉体と精神をリラックスさせれば気持ちもすっきり。いや、本当かな。全ての悩みを忘れることができ、その後はウイスキーで体を温めましょう。いやー、これ以上さ、酒に溺れる人間を増やしたくないよ。カナヤン先生に金を渡した。でもなぜ必要だったんでしょうね。暗い顔して全然嬉しそうじゃありませんでしたよ。普通金の延べ棒をもらったら笑いが止まらないもんでしょうと。まあそうだよね。で、抗生物質はともかく、金は500か。たまらんな、500は。喧嘩騒ぎの方からちょっと確認する。誰もいないけど。
2人の積み込み作業員が喧嘩している。そのうち1人は缶詰がたくさん入った重い箱の下に片足を挟まれている。なるほど、これ間に合うか。うわきついな。1115、まあ、ホッシーズ1人で行ってもらうしかないね。で兵器の違法取引、こっち700、うわー足りない。若い女性が2人の男の会話を見にした。1人がもう1人に武器を買うよう説得していたという。俺のブーツならいつでも OK だ。なるほど。もう一つは武装強盗、マスクをかぶり武装した男たちが銀行に押し入り金庫を開けろと脅している。これ無理だよ、全然足りないもん。どうせ足りん、ちょっと待ってくれ。どうせ足りないんだったら解決できる方に人を送った方がまだマシだな。ゆすりは、タイヤレバーを持った3人の男が製材所のオーナーに近づき森を伐採したことに対する罰金を払うよう要求。武装強盗はもう無理、手が出ない。まあそうなるよな。雑貨店の方ですね。ハゲ頭で年を取った積み込み作業員が若い同僚の頭を噛んで殴っている。何度も言っただろう、箱を持ち上げるときは 1,2,3 と合図とともにやれってな。それでこんなボコられるの。喧嘩している、いやスタンガン持ってるからスタンガン使おう。死にやしないだろ。あ、犯人死んだか。スタンガンで死ぬ。薬物の製造ですね。温室のドアは固く閉ざされている。周りには誰もいないようだ。なるほど。温室に侵入する、サイレンを鳴らす、まあ、ここはステルス機能を持ったガッツマンに言ってもらおう。警官が温室に忍び込むと一面にマリファナが生い茂っていた。植物の隣には老女が座っており、肩の後ろに何か風船のようなものをまとっている。え、風船。彼女は静かに土いじりをしている。なるほど。ここはスタンガンを使おう。犯人が死んだが、ここでも。はい。OK だ。ベルモントもね、酒癖が抜ければね、使えるんだけどね。ゆすり、ここに。送りたいな。720だったら送れるね。うわ、発砲事件が起きたよ、こんな時に限って。ちょっと今日事件多くないか。さて発砲事件ですね。1620は出せないな。猟銃を持った男が動物保護施設に入り込み、檻に入った犬たちを次々に撃ち殺している。1600、間に合ってくれれば派遣したいけど。兵器の違法取引は雑誌か。ここに使いたくなかったわ。どう、間に合う、間に合わない。頭から血を流した製材所のオーナーがパトカーに向かって走ってくる。タイヤレバーを持った3人の男から逃げているようだ。はあ、まあ、威嚇射撃だろう。まずは拳銃持ってあげる。男たちは銃声を無視しオーナーを追い続けた。警官に駆け寄った製材所のオーナーは彼のホルスターから拳銃を取り出し男たちに銃口を向けた。あ、銃を返すようオーナーに要求しましょう。まあ普通だろこれ。ローゼンクランツもだいぶ能力上がってきましたね。間に合わなかったか。遅れないね。1620はいないもんだって。離婚騒動です。この気持ちは同じ相手とずっと一緒にいるやつにしかわからない。女と住むっていうのはある意味地獄かといっていなければそれはもう困る。そういうもんだろう。女房と結婚してからもう22年、僕は5年ですね。毎日が苦痛だったかずっと耐えてきた。それなのにあいつ離婚したいだなんて言ってきやがった。ズーズーしいにも程がある。こんな仕打ちを黙って見過ごすわけにはいかない。とにかくあいつの思い通りにさせるつもりはない。具体的にどうするかは決めていない。
あいつを一日牢屋に入れてやる。マジか。容疑はそっちで適当に考えてくれれば、薬をバッグに忍ばせるとか、警察なら何でもやれるだろう。一日でも牢屋で過ごせば、この先の人生を案じてパニックにならず。そんな時に俺が現れて、釈放金を払って出してやるんだ。そうすればあいつも思い直すと。俺みたいに頼れる男なんて他にいない。あいつを牢屋に入れてくれたら1時間につき100ドル。いや、どんだけ長い時間でも入れておきますよ、これ。入れておきます。発砲事件は、まあそうなるよな。ちょっと警官の数が足りなすぎるね。さらに今回は不良警官が多いターンにはまってるというのも微妙なとこだよな。6つのスタングレネードは無理だね。これもちょっと無理だな。いや、でも今のスタングレネードは買って持ってっちゃおうか。ああ、ダメだったか。ビデオシアターはないから無理よ。それよりも、スタングレネードを買わせてくれ。6個。さすがにグレネードはここにはないか。ガニムのところでグレネードを買う？これを。オッケーだ。グレネードを買い占めてやったぜ。じゃあグレネードを持っていかせましょう。教会ですね。シャープウッドには悪がはびこっています。蔓延していますかな。カトリック教会を代表するものとして、異教徒たちの活動を監視、自分の持つパワーの全てを使ってそれを抑制するのが私の仕事だと思っています。なんかそんなやつには見えないんだけどな。ですが一人だけどうしても折れてくれない人がいる。いろいろな手を使いましたが、嘘に満ちた預言者への彼の信仰を捨てさせることがどうしてもできない。あなたのところには頑固者を説得するのが上手な警官がいるそうですね。いるよ。あなたのところにいる最も優秀な警官をよこしてくれーと。そういうわけだな。交渉能力に長けている。星図行ってこい。いやー、今日は2件も事件をね、捜査員派遣できずに市民を逃がしたり犯人を逃がしたりしたから。お、異教徒に対する何かが始まるぞ。異教徒、意志が5、体力が5、医療記録っていうのがある。ちょっと見よう。ちょっと字が小さいので読みますね。異教徒たちは、煮え立つ血の味を何よりも好む。罪人のための真っ赤な聖書の上に、数滴の血が滴り落ちた時にも、あの男はそれを、神めたのだ。神めたのだって書いてあるね。ポボスの崇拝者たちは信じている。煮え立つ血を一杯飲めば、ただの性的快楽がめくるめくような快楽に変わるのだと。マジか。性的快楽にはちょっと目がないんですけどね。ちょっと血を飲もうとは思えないな。この息、かなり話脱線しますね。いわゆる女の子の日に、まあ、僕は拒否したんですよ。でもどうしてもって言われて、行為に及んだことがあるんですけど、やっぱりね、血がポタポタ落ちてくるだけで、もうかなり萎えますね。という、ちょっとどうでもいい話をして、この異教徒の普通でない、非行から察するに、尾行から察するに、グリーンズバークのカシの木から作られた粉をかなり大量に吸引したらしい。
この粉を使えば森の精たちと踊ることができると彼らは信じている。一人の異教徒が悪魔の音楽を聞いているのに出くわした。そいつが清らかなお祈りの声に嫌な顔を見せると、次の瞬間に悪魔が彼の皮膚の下から這い出てきて腐った死体に入り込んだ。全く意味がわからない。何なのって感じだけど、どうするよ。天使の甘い声が不徳な者の耳にささやくとき、その口から聖なる真実が語られるだろう。聖書にかけて誓約。どんな嘘つきでもこの聖書に手を置いた途端に内なる正義が燃え上がる。その正義は全てを焼き尽くし、その灰の中から真実のみ姿を現す。は、我の特別な仮面を罪人にかぶせるがいい。なれば精霊を吸い込み真実を吐き出すだろう。いや、これは音楽だな。天使の救済。まずは天使の救済だ。救済を受けなさい。は、聖書に聖霊との語らい。いや聖霊との語らいにするよ。じゃあ全然意味が分かんないんだよな。うわ、むっちゃ減った。なんか死にそうだなこいつ。何かが起きたけど、犯人は死亡。そうだよね。これは何、体力を残した状態で意思だけ残せばよかったのかな。尋問されれば人は必ずあることないことを喋ります。あの男も割とすぐに口を割りました。あのイカれた女の望み通りのことを喋ったんです。それにしてもなんであんなろくでもない女と知り合いなんですかと。あの男がどんな目に遭うのか心配。いや、星津が信頼を失うのだけは避けたいけど、ジョンソン高校のですね、タバコ150ドルか。クズみたいな金だな。じゃあ勤務を終了して警官を雇おう。とにかく今は警官の数が欲しい。うわー、20しか残んねえのか。負けたわ。しかも20じゃ誰も雇えねえよ。いや、雇えない。何もできない。明日ね、ガツマンは絶対来ないでしょ。ろくに働いてねえだろう。キンメルも来ないでしょ。シャイニー、グリムジー、シェイコブ、ウールバックにデメアーズ、ホーレス、ベルモント、スーパーロック、クレイトン。クレイトンさ、お前ほとんど働いてないじゃん。ゴートホンでしょ。ゴートホンも来ないか。バーシーは来る。ペンキンも来る。黒沢はまだ来れないね。Hello? It's me. Are you awake? What do you think? Listen, I talked to Shapiro about Plunkett's situation. The truth is bad. He might not even make it to the end of the month. I don't know what he did wrong, but the dicks from the mayor's office don't even want to meet with him.But tomorrow, one of them will be considering your request. At least A.V. Carlos has to be there. Do you know what that means? I'm not... Come on, Reeves. Plunkett needs to show off, to show them that he has everything under control. He'll need to puff himself up like a tough leader, the only thing holding the prosecutor's office together. Which means you're the ideal target for him to show them what a tough boss he is. You see?
To put it simply, whatever happens tomorrow, just nod and don't say anything except yes, sir, and hopefully the blowback won't get out of hand. Lana? Are you still there? You'd really like that, right? For me to always say yes, sir, and that's it? Lana, what are you talking about? Look, I am trying to, well, sort of like trying to save you. Don't you get it? Good night, Reeves. はい、というわけで12月7日もう事件捜査が全然できないんですけど、なんとか乗り切りましたので、次回はね12月8日をまたプレイしていきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。